こんにちは、元島沙織です。今日は強鎖乳突筋という首をきれいに長く見せてくれるためのここの筋をですね、しっかり出していくマッサージとストレッチをご紹介していきたいと思います。はい、なぜ綺麗に見えるのかというと、私たちまっすぐ向いていると、そんなに凹凸というか陰ってないと思うんですけど、少し首を傾けたり曲げたり、いろんな首の方向を向くと普段から使ってると思うんですけど、その時にここに1本筋がですね綺麗に入ると、首がここから始まって見えてるものがここから始まるように感じます。視覚効果これから春になってどんどん露出もこの辺首周り出していく機会もすごく増えると思うので、凝り固まりやすい強鎖乳突筋をほぐしてあげることによってより綺麗に、そして楽になります。猫背だったり、あと首ストレートネックでこの辺が負担かかりやすいって方は、特にここがですねガチガチに凝り固まって埋まってる方もすごく多い場所なんですよね。なのでここをほぐしてあげることによって、凝りとか疲れとか、あといろんな、巡りが悪くなることによるむくみとかですね、多少改善が感じられる方も多いと思います。すっきりねしやすくなると思うので、是非一緒にやっていきましょう。では早速、強鎖乳突筋、この辺埋まってる方は探すところから始めてほしいんですけど、前を向いてゆっくり回旋させていくと出てくるところ、筋なんですが、見えないよっていう方はこの辺に手を当てて、ちょっと動きを感じるぞっていう鎖骨のですね内側から耳のちょうど真裏にかけて伸びているこの辺をほぐしていきます。耳の裏あたりから鎖骨の始まりの方に向けて指で回すように引っ掛けてほぐします。これだけで痛い方も多いと思います。私も最初すっごく痛くてもう無理でした。触れなかったです。そんなでクリームとかつけてあげるのが、首ねこする時はつけてあげるのが肌に摩擦かからないです。こっち側と反対側からもほぐします。だいたい5往復ぐらいしてあげたら、だいぶほぐれてくるんじゃないかなと思います。私はこれだとちょっと物足りない普段からすごくほぐしてるので、じゃん、かぎ爪で引っ掛けます。引っ掛けてこうほぐします。でほぐす時にこういう風にここを伸ばした、筋肉を伸ばした状態でほぐすとほぐれにくいので、ちょっと緩めてこっちを向くとこっちが緩まるので、肘つきながらとかでもいいですけど肘ついてちょっと話しながら揉んでるふりとかでもいい気がします。こうほぐしたりとか、私はこうかぎ爪で引っ掛けながら、ここを人差し指の方で後ろからぐっと引っ掛けてほぐしたり、あとはつまみます、いろんな往復するときに、ちょっといろんな感じでいろんな方法でほぐしてあげてもいいと思います。でつまむ時は少し何ですか、ねじるというか、ただつまんでもいいんですけど、ちょっと引っ掛けるイメージをしながら筋を掴んでほぐしてあげる。気持ちいいから痛気持ちいいぐらいでやってあげてください。はい、でもう痛くて触れませんっていう方は首を回すのがおすすめです。つまんでぐっと回すだけで指がですね筋にこう入っていくんですよ。私はこうかぎ爪で挟んで回すっていうのも一つ、楽ですね。楽にほぐせるので是非やってみてください。今度は伸ばしていきます。伸ばす時は肩を上げない、上げて伸ばしてもここ伸びないので、肩を下げるために右側伸ばす時は右手を体の後ろに持ってきて、ここの鎖骨の下あたりをグッと皮膚を押さえます。上から、服の上でも大丈夫です。まず上を向いて伸びを感じたら倒します。でこれを最初辛い方は10秒ぐらいでもいいんですけど、30秒ぐらい、10から30ぐらいぐーっと伸ばしてあげるとだいぶほぐれます。はい、ゆっくりやってくださいね。今まで伸ばしてないところを急に伸ばそうとするとすごくね、ピキピキってなんかどっかが言ったりとか痛めちゃうこともあるので、ゆっくり呼吸しながら無理してやらないっていうのがとっても大事です。はい、個人差があるので、私もいきなりすごい柔らかくなったわけではなくって、本当にちょっとずつをやっているから倒しやすくなってるだけなので、自分の段階に合わせてやっていきましょう。反対側もいきます。こっちやるときは肩を後ろに持ってきて、ここ上がんないようにします。でそしたら鎖骨の下に手で皮膚を押さえて、上を向いて伸びを感じたらここへ倒します。息止めないのもすごく大事なポイントの気がします。でこれだったら割とデスクワークの時とか、なんかちょっとした疲れたって時に伸ばせるので、本当にこの前がすっきりします。この前を伸ばしたことがないとかほぐしたことがない方はびっくりするぐらい楽になるので、はい、ぜひ一緒にやってみてください。年を重ねるごとにやっぱり首って短くなっていって、この辺ねもたってなりやすいところなので、今からケアしていくと5年後10年後どうなってしまうんでしょうかって思いながら、はい、やるとちょっと楽しく続けられるかなと思います。マッサージとストレッチケアしてあげることによって、徐々にこの辺が出しやすくなったりとか、この辺凝りにくく、あとね姿勢もすごく意識してほしいんですけど、またそれも動画に撮って姿勢でね意識してるとこも撮っていこうかなと思います。参考になったよって方はチャンネル登録もぜひお願いします。ありがとうございます。